手術,手術。手術、手術、とは、外科的危機やメスなどを用いて、患部を切開し、治療的処置を施すこと。通称、略称として、オペとも呼ばれる、毒、に由来。幼種的に総称あるいは疾患を制御する、治療法で、生体に侵襲を加えるものを言う。手術の目的は、病態の制御及び失われた、機能の回復である。 直接的ではなく、間接的に治療につながる手術もある。近年、新種の大きい手術を比較的安全に行うことが可能になってきた。そのため、治療成績の向上を目的として、手術はこれまで拡大の一途をたどってきた。しかし、近年の臨床研究や EBM により、拡大手術が治療成績の向上に寄与しないことや、 反対に体に害を与えていることも多いことが明らかになり、拡大手術に対する反省の声が上がった。また QOL が重視されるようになったことや、患者の意識の高まりもあり、2004年現在では、手術は全体として縮小化の流れにある。内視鏡手術や血管内手術を代表とする、従来よりも、新種の少ない手術のこと。 近年の手術用機械の発達は目覚ましく、従来より、はるかに安全かつ容易に手術が行えるようになった。また、コンピュータの目覚ましい発達とともに、コンピュータを手術中に活用する、コンピュータ支援外科も登場している。ただし、教師科手術に関しては、代表の石灰層こそ小さいものの、手術の内容自体は、従来の手術とほぼ変わらないため、 本当に低診臭であるかどうかは議論のあるところである。また従来より容易になったとはいえ、すべての手術に言えることではあるが技術に習熟せず、安全な手術ができるわけではなく、未熟な指導医による医療事故も発生している。ポリーペクトミーは内視鏡手術の一つ。いや、大腸などの太い内視鏡が入る消化管にできる、ポリープ等の隆起性病変を、 内視鏡下に切除するる。手術である根治が望めない病態において症状の緩和もしくは延命を目的として行う手術を言う腹腔内のがんによる腸閉塞に対し食物が通過できるように行うバイパス術などがこれにあたる治療目的で開胸、または回復したものの病変が思いのほか進行しており手術適応がないと判断されたなど 外科的治療を実施することなく、手術を終了したものを言う。そもそも治療目的でなく、診断を確定するために、開胸、回復する手術は、試験的開胸術、回復術という、直接的には全く治療目的はなく、外科的治療を行うことなく、手術を終了することもある。近年の医療技術の高度専門家、 およびそれに伴う社会的要請などにより、外科医が単独で全ての判断を下す体制は過去のものへとなりつつある。個々の患者に対する治療戦略は関連分野の専門家による合議、カンファレンスで検討される。手術は新種とリスクを伴うため、それに見合った治療効果が見込めない場合は他の治療法が推奨される。主に以上の点をもとに、 手術の妥当性が検討される。検討結果は原則としてすべて患者本人に伝えられる。患者はその情報をもとに、どのような手術を受けるのか、あるいは別の治療法を希望するのか、自らの意思で選択することが求められる。近年日本でもインフォームドコンセントの概念が普及し、治療方針については、患者自身が十分に納得の上、自らの意思で、 最終決断を下すことが望ましいとされている。他の医師の説明が聞きたい場合には、セカンドオピニオンを求めることも一般的になりつつある。手術に際しては安全性を高めるため、可能な限り全身状態を良好に保つことが必要である。近年、白内障手術や、腹腔鏡下端の摘出術など、比較的侵周の小さい手術においては、 日帰り手術が行われていが、原則的には手術以前に入院の上、全身状態の管理を行う。手術を行う医師、術中全身管理を行う麻酔科の医師、手術に関わる看護師らによって患者と手術に対する評価が行われ、手術期管理計画が立てられる。全身麻酔が予定されている場合は、麻酔導入時の誤嚥を予防するため、 手術前の一定期間は、絶飲食となる。また、腹空内の手術などでは、腸管内の正常化を目的に下剤が投与される。手術部位の低毛がかつては行われていたが、低毛により皮膚感染が増加することが明らかになり、一部の例外を除いて、現在では行われていない。手術室へ入る直前に、軌道分泌の抑制、鎮痛、手術に対する緊張の緩和を目的に、 コ,ーコリン薬、鎮痛薬、鎮静薬が投与される、これらを全投薬と呼ぶ場合があったが、最近ではなるべく行わない方向へと進んでいる。手術を行うための部屋を手術室という。なお手術室のことをアメリカ英語でオペレーティングルームと呼ぶことから、その省略形である O、R、あるいは日本語との根校でオペ室と呼ぶ場合がある。また、 ドイツ語のアッパーシャンサルを省略してザールと呼ぶ場合もある。欧米の病院では一般にそれぞれの診療科に手術室のセクションがある。日本の病院では一般に手術室は中央集中型であり中央手術部として一箇所にまとめられている。手術室に入室する際は外界からの付着菌等をなるべく少なくする目的から スタッフは手術着に着替え、靴を履き替え、帽子とマスクを着用する。手術着の色は、術屋の赤色ばかりを見て、色残像が生じることを考慮して一般に、緑内視は青がほとんどである。患者は病棟のストレッチャー、担架から手術室内のストレッチャーへ移し替えられる。症状によっては歩行で、入室可能な場合もある。 失踪に先立って麻酔が施行される。麻酔の主な目的は、有害な反射の抑制と疼痛のコントロールであり、麻酔担当の医師が術者とは別につくのが原則である。局所麻酔の手術では、術者が麻酔管理兼ねることもある。手術において、麻酔担当医は、患者の全身状態を管理しており、呼吸、循環の管理から、体温の調節、薬剤投与、輸液の調節、 出血量の監視、輸血に至るまで、あらゆる処置を一手に担う。また必要に応じて術者にもこれらの情報を提供し、安全な手術が行える、ようサポートする。麻酔には、局所麻酔、新純麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔と全身麻酔があり、目的により選択される。外来菌による感染を防ぐため、手術は、無菌の領域、 清潔屋を形成して行われる。手術操作に関わるスタッフも清潔屋に触れる部分、上司、前胸部、腹部は無菌でなければならない。そのため、術者である医師、助手を務める医師、手術解除機械出しの看護師当然員が、手内手し腕の洗浄を行い、滅菌ガウンを着用し、滅菌手袋を装着する。 まず、指先から肘に至るまでを滅菌水と消毒液を用いて念入りに洗浄する。この行為は一般に手洗いと呼ばれる。手洗いの目的は手指に付着している病原菌の除去である。手洗いの仕方は各施設ごとに若干個性があり、古典的には滅菌ブラシを用いた擦り洗いであるが、皮膚保護などを理由に簡便な揉み手洗いを行っている施設もある。 手洗いの後、滅菌されたガウンを着る。手洗いした手が、再び汚染されないように、介助者の手を借りて着用する。その後に、滅菌手袋を装着する。手袋には、一般手袋と用土配合の抗菌手袋が存在する。また、手袋に生じた線香による、手術部位感染を低減するため、手袋の二重か二重手袋を行う事例もある。 麻酔管理の医師や、外回りの看護師、ME、臨床工学技師等、清潔矢に直接関わらないものは、手洗いは行わない。石灰を行う部位を中心に、ポビドン用土内視はアルコールによる十分な消毒が行われる。消毒が終わると、消毒した部分の周囲を滅菌されたシーツで覆い、清潔矢を形成する。こうして、手術を行う環境が整ったら、 失刀が開始される。失刀に参加する医師は、例えば一般的な回復や、開胸手術の場合は3から4人程度である。大学病院や大病院であると4から5人程度、人手の少ない病院だと2人で行うこともある。また手術会場の看護師が参加する。まず術者、失刀医によって皮膚に、メスが入れられる。術者は、術前の計画に沿って、 手術を進行する。実際の所見が、術前の予想と異なる場合があり、癌が予想より広がっていた、など、術中の判断で計画が変更されることもある。ただしこの計画変更については患者にあらかじめ、可能性として説明されていることが望ましい。術中に偶然発見された全く別の疾患については、たとえ医学的に妥当性があったとしても、本人、 もしくは代理人の同意なしには治療を行うべきでないというのが2018年現在主流の考え方である。しかし、一般的には多く行われ事後同意という形式をとっている場合も多い。手術操作終了後、術後の癒着防止、細菌や遺産癌細胞の除去などを目的に温めた生理食塩水による術やの洗浄が行われる。また切開層の直下は、 術後校頻度に癒着を起こすが、主に繰り返し回復を行う可能性がある、低王切開などで癒着防止のシート剤が使用されている。はじめを閉鎖する前には、手術で使われた器具やガーゼ、針などの体内遺産を防ぐため、主に手術補助の看護師によって入念な数合わせが行われる。これが合わない場合ははじめを閉鎖せず、体内に遺産物がないと確認できるまで、 探し続けるのが原則である。また人的ミスも考慮して、術後すぐに手術部分の X 線写真を撮影し、遺残物がないか確認することも多い。はじめ閉鎖後、滅菌シーツが取り外され、麻酔薬の投与が中止され、患者は麻酔から回復する。手術後に最終術式が決定される。術後、手術のダメージから回復するまで治療は継続される。 手術層の処置が行われ、点滴や投薬で全身状態の改善が図られる。術後合併症の予防には最新の注意が払われるが、不幸にも発症した場合には、対症療法が行われる。手術器具は診療科により、施設により、さらには術者により多彩を極め、その呼び名も様々である。ここでは最も基本的な器具につき解説する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。